今日は昔から好きな、サリューっていうインテリアショップに行って少し、お買い物をしてきたので、購入品を紹介していきたいと思います。ダイニングにイケアで買った棚を置いてて、そこに食器とか飾ってるんですけど、そこをねちゃんとちょっと見栄えよくしたいなと思って、今日はそこに置ける商品を購入してきました。すっごいでっかい袋になっちゃったんですけど、できました。まず一つ目がこちら、スタッキングウッドボックス L を購入しました。下の段になんかこういう木箱を置きたいなと思ってたんですけど、なかなかねタイプのものを見つけられなかったんですけど、サリューに行って今日見つけたのでこちらを購入してみました。なんかこういう木箱をずっと探してたんですけど、ネットとかで見てもなかなかいいものが見つからなくて、あとニトリでも見たりしたんですけど、ニトリだとここに文字が入ってたりして無地のものがなかったので、こうタイプのものを見つけれてよかったです。黒いねワイヤーの取っ手がついてるのもすごい可愛いなと思います。そして次がこちらを購入しました。ワイヤー吊り下げ収納ラックを購入してみました。これを棚に吊り下げて、なんかここにランチョンマットとか置いたり、結構大きいのでまあ、木のお皿とか置いたりしてみたいなと思って購入してみました。こういう黒のワイヤーのラックが、合うかなと思って購入してみました。そして次がこちらの商品です。こちらはワイヤーバスケットになります。今が、ダイニングにこの IKEA で買ったフィエルボっていうシリーズのシルフユニット置いてるんですけど、もうめっちゃぐちゃぐちゃに今置いてるんですけど、下の段の、お酒とかをさっきの木の箱に入れようかなと思います。なんか炊飯器とかも炊飯器ラックに置きたいんですけど、今はまだ買ってないのでもうこんな感じで置いてます。でこの吊り下げラックをつけたんですけど、残念なことにこの幅の厚みがあって奥までちょっとねできないんですよね。これは違う場所に使おうかな、もったいないのでちょっと考えたいと思います。ショック。この木箱のボックスはいい感じのサイズ感で、奥行きとかもちょうどでいい感じにね収まりました。これのもう一つ小さいタイプもあったので、それをこの横にも置けるかなと思うので買おうかと思っています。ちょっとね考えようかなと思います。そしてキッチンは今こんな感じなんですけど、まあ、ほんとシンプルにしています。調理スペースとかが狭くて、まあ、少しちっちゃいのでもうシンプルにこんな感じにしています。キッチンが黒なので冷蔵庫とかも黒に合わせました。あとさっきの IKEA の棚とかも黒っぽい感じに合わせてます。 IKEA の棚に吊り下げれなかったラックはここに吊り下げることにしました。ここに何置こうかちょっと悩んでるんですけど、すごい合ってる。そしてウォーターサーバーはこちらのプレミアムウォーターを使っています。たまたまショッピングモールにいた時に営業を受けたんですけど、本体代が無料だったのでこちらにしようと思いました。このカラーもね茶色で、なかなかない感じなのですごい気に入ってます。そして、夏から注文してたんですけど、先月やっとこちらのダイニングテーブルとベンチが届きました。これをネットで見つけた時に一目惚れして、もう絶対これを買いたいと思って4ヶ月待ったんですけど注文しました。サイトはパーミーツリーっていうサイトで、一つ一つオーダーメイドで作られるので時間はかかってしまいますが、良かったかなと思います。この足なんですけど、足も四つ足かあと L 字型かなで選ぶことができます。あと机のサイズも
選ぶことができます。椅子は一つベンチにして一人掛けの椅子を置こうかなとも思ったんですけど、まあ、ここで楽器とかも弾いたりしたいので二つともベンチのタイプにしました。ヘリボーン柄が可愛くて本当にすごい、これは気に入っています。ダイニングテーブルは届いた時は足はついてないので自分でつけないといけないので、それは少し苦戦しましたが可愛いのでお気に入りです。今私が勉強している資格というか研修なんですけど、それは子育て支援員という保育補助の職種にあたります。保育のお仕事も少しさせてもらってるんですけど、今後のこととかもいろいろ考えて今は保育の勉強も頑張っています。もちろん音楽とか SNS とかも今まで同様に頑張ってやっていきたいなと思っているんですけど、今まで私は好きなことを目標にして、まあ、自分のやりたいように進んできたんですけど、まあ、将来のことも考えて今勉強を頑張っています。3月12日までにね、講習を全て受けて、あとレポートも書いていかないといけないので、あと1ヶ月ちょっとでちょっと大変にはなるんですけど、頑張りたいと思います。